今中国で広がる日本人憎悪と治安悪化の原因が判明。さらに日本人が直面する低迷中国、新たな懸念。中国における治安悪化と日本への憎悪の関係が、ますます深刻化している。特に地方政府の機能低下が顕著となり、治安当局の予算削減とともに、日本に対する否定的な感情が広がっている。中国国内に滞在する邦人の警戒心が高まる中、その根本的な要因としては中国経済の停滞が挙げられる。経済停滞の背景。前述のように、中国経済はデフレの影響を受け、不況に見舞われている。国慶節、10月1日から7日の大型連休中、国内では約19億人もの人々が移動し、活況が見られたものの、国内線の航空運賃やホテルの宿泊価格は2割以上の下落を見せ、不況の影が顕在化した。中国経済は30年前の日本と同様に、消費不況に陥っている。特に注目すべきは、中国の GDP に占める個人消費の割合が 40% 未満であり、これは世界平均を約20ポイント下回る数字だ。日本の場合、個人消費の割合を10ポイント上げるのに17年を要した、9月30日付ロイターの報道。このことからも、中国と世界の消費差を埋めるのは容易ではないことがわかる。日本人に対する憎悪と治安悪化の関係。中国が消費主導型経済へと転換するためには、脆弱な社会保障制度の拡充が不可欠だ。米モルガン・スタンレーは、7兆元、約147兆円を農民工などへの社会福祉に充てるべきであり、不動産市場の安定化のために3兆元を投入すべきだと提案している。しかし、10兆元、約210兆円、もの資金投入は、現在の中国にとって簡単なことではない。財政赤字が急速に拡大すれば、ハードカレンシーである日本円と異なり、人民元の価値が大きく損なわれる可能性がある。このような状況では、資金流出が加速し、中国経済は深刻な資金不足に直面するだろう。経済の停滞は治安の悪化を招き、社会的な不安が高まる。9月30日に清華大学が発表した世論調査によると、中国人の 81% が日本に対して否定的な見解を持っており、この比率は調査対象国の中で最も高い数字だ。不況が進む中で、中国国内で社会に対する報復という負の感情がかつてないほど高まっている。治安対策と日本人の安全。さらに深刻な問題として、治安維持を担当する地方政府の弱体化が進行している。地方政府の財政難が治安対策の怠慢を招き、結果として中国に滞在する日本人の安全が保障されないのではないかという不安が増大している。中国経済の停滞が治安悪化と日本人への憎悪を煽り、在留邦人の安全が脅かされる可能性は非常に高い。このままでは、経済的な問題が国際関係に深刻な影響を与える恐れがあり、特に日本との関係悪化が懸念される。地方政府が借金をした、驚きの相手。中国の地方政府が直面している経済的困難は、土地使用権の売却収入の減少に大きく影響されている。地方政府の歳入の約 40% を占めていたこの収入が激減しており、2023年8月には前年同月比で 41.8% も減少。2ヶ月連続で大幅な落ち込みを記録しており、財政面での圧迫が深刻化している。寺院からの借金という異例の事態。こうした財政難の中、地方政府は異例の手段に出ている。ある情報によれば、上海市は寺院から100億元、約2100億円の短期資金を借り入れたという、2023年9月30日付朝鮮日報。これは、地方政府が従来の金融機関以外の宗教機関から資金を調達した例として注目されている。寺院との関係を利用した資金調達は、中国政府が地方経済の逼迫にどれほど苦慮しているかを物語っている。リストラと治安維持費の削減。地方政府はこのような財政難に対処するため、猛烈なリストラを進めている。特に治安維持のための予算が大幅に削減されている点は、社会において深刻な影響を及ぼす可能性が高い。
注目すべきは、制服を着た暴力団として市民に恐れられていた上官、上司管理行政トル法局の廃止が各地で進んでいることである。治安悪化の懸念。市民にとって上官の存在は恐怖の対象であったが、彼らの廃止により、コア表の不在が治安の悪化を招く可能性が懸念されている。上官はしばしば強制的な手段で市民や商人に対して威圧的に取り締まりを行ってきたため、市民にとってはその解体は一見良いニュースである。しかし、同時に治安維持期間が縮小されることで、犯罪行為が増加し、社会不安が深刻化するリスクも指摘されている。感染症対策の脅威。地方政府の弱体化がもたらす影響は、治安だけではない。財政難は感染症対策の不備にも直結しかねない。2023年末から2024年にかけて、中国ではマイコプラズマ肺炎が流行しており、さらに9月以降は広東省を中心にデング熱の感染者が急増している。地方政府はこれまで新型コロナウイルス対策として大規模な PCR 検査や監視体制を強化してきたが、現在の財政状況ではそのような厳格な対策を維持することが困難である。さらに、鳥インフルエンザ、H5N1 型などの人間への感染リスクも高い国の一つとして中国は知られており、地方政府の感染症対策が弱体化すれば、再びパンデミックが発生する可能性も高まる。新たなパンデミックの懸念。地方政府の財政難により感染症対策がおろそかになれば、中国国内のみならず、国際社会全体に甚大な影響を与える恐れがある。新型コロナウイルスのパンデミックが世界的な影響を及ぼしたのと同様、次の感染拡大が発生すればその被害はさらに深刻なものとなるかもしれない。特に日本を含む周辺国にとっては、大きなリスクを抱えることになるだろう。対岸の火事と捉えるか日本への不満分子流入と考えるのか、真剣に対応しなくてはならないと思います。中国で仕事がない、日本は人手不足、だから日本へ行く、という流れになって挙句に日本のルールや治安が悪化、そして中国人コミュニティを形成し日本人左派市民団体と連携しての選挙権取得と、いずれ近いうちに日本は日本でなく日本人が住みにくい地域が出来上がっては皇室の廃止と日本の崩壊へとつながるのでは、ちょっと大げさでしょうか。でも、安易な在留外国人の増加を阻止、厳格な入国規制は必要です。中国、韓国は内政がうまくいかなくなると外に目を向けさせる。そのターゲットはいつもの通り日本。指導者の自分の地位、身の安全を守る手段。いつも同じ手法。国民も昔と違い海外へ出かけ外から見る目を持ってきたのでこの手法も効果が薄い。もっと自国再生のためのさらなる努力をお願いいたしたい。あいつらは寄生虫だ中国を脅かす世襲エリートと新たな階級闘争。中国では経済が停滞する中、富裕層が親から既得権益を引き継ぐ状況に対する反感が高まっている。こうした格差の拡大と社会の停滞について、A 氏、エコノミストが取材した内容に基づいて以下にまとめる。エリート層への反感の拡大。中国の SNS では、タバコ企業の三代という言葉が広く使われるようになった。この言葉は、特に国有タバコ企業の管理職など、代々引き継がれる特権的な仕事に従事するエリート層を指している。このようなエリート層への反発が、一般市民の間で急速に広がっている。85万人以上のフォロワーを持つあるブロガーは、このミーム化した言葉を引用して次のような投稿を行った。世襲制が支配階級の恩恵を限られた人々にのみ与え、他の人々の機会を奪っている。結果として、底辺にいる人々が上昇する道は閉ざされている。この投稿には数百人が賛同し、数々のコメントが寄せられた。その中には、支配階級が固定化されつつあるとか、エリートの子供だけが出世し、貧困層の子供はそのまま貧しい生活を続けるといった怒りの声が含まれていた。格差の急速な拡大。1990年代には、農村部から都市部への人口流入が進み、社会的流動性が増加した時期があった。農業従事者が工場経営者に転身することも珍しくなく、
努力と才能があれば成功できるという信念が広まっていた。しかし、現在ではその楽観主義は色褪せ、経済の停滞が進む中で良い仕事の機会も減少している。人々が語るのは、社会の停滞であり、エリート層が自己増殖していることで、その他の人々がその影響を被っていると感じている。階級間の格差はさらに拡大し、分断が深まっている。エリート層への怒り。米国の経済学者スコット・ロゼルらの研究によれば、かつて中国の人々は、努力と能力さえあれば成功できると信じており、露骨な不平等も容認していた。しかし、今ではコネや富裕層の家に生まれることが成功の鍵だと考える人が増加している。この傾向は、労働者階級による中国人民の独裁で社会主義国家が建設されたと主張する中国共産党にとっては非常に不愉快な現実だ。習近平政権は、共同富裕を掲げ、社会的流動性を高める取り組みを強調しているが、これに反応しているのは主にビジネスパーソンや富裕層であり、一般市民の間では大きな変化は見られない。既得権益層への批判。2024年8月には、ウェイボーというソーシャルメディアで人気のあるユーザーが、エリート層が享受する多額の年金に対する不満を投稿した。一般市民よ、やっとわかったか。既得権益層には誰も手出しができない。それは禁句だ。この投稿に対して、多くのユーザーが、寄生虫だとか、吸血鬼だといった激しい非難のコメントを寄せた。社会の停滞がひどくなっていると嘆く声も上がり、もう一度革命を起こさなければ、この不条理を解決することは不可能だという極端な意見も見られた。これらの投稿は中国の厳しいインターネット検閲によって数日以内に削除されたが、既得権益層に対する反感は根強く残り、ますます拡大しつつある。中国における格差の拡大と社会の停滞は、国民の間でエリート層に対する不満を高めている。世襲制や既得権益に対する批判が増す中、エリート層とその他の階級の間の分断が深刻化していることが確認されている。この現象は、中国の社会全体にわたる課題であり、今後の政治や経済の動向に大きな影響を与える可能性がある。